君ならできる誰もが誰かから未来に期待をされている私はそれに気づいてほしい初めの一歩を踏み出すことで壁は立ちさがるその時一人で頭を抱えるのではなくあなたの隣には支えてくれる仲間がいて力を貸してくれるそして 壁をを乗り越える体験ししてほしい壁が立ちさがっていても諦めずにやり遂げることで自らの成長を実感し自分に自信がつき支えてくれた人に感謝の気持ちが生まれる何事にも諦めずに行動する自分に自信を持つ人に感謝をするこの3つの要素を兼ね備え 人の成長を思い、人の未来に期待をし、人のために行動する人材になれると私は信じております。その人材が集まり、共に行動し、共に未来を創造することで、想像を超える未来が実現し、笑顔あふれる社会が作り上げるのです。心が導く、 笑顔あふれる相模原を実現するために共に行動しましょう共に未来をつくりましょう新年おめでとうございます本日は大変ご対応の中私ども 公益社団法人相模原青年会議所の合詞交換会にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。申し遅れましたが、私は公益社団法人相模原青年会議所2024年度第59代の理事長職をお預かりすることになりました、福島俊彦と申ししますどうぞよろしくお願いします。 まずは公務ご対応の中、ご臨席を賜りました相模原市長、本村健太郎様、相模原市議会議長、古内明様をはじめといたします、市政・県政でご活躍の議員の皆様、相模原市教育委員会教育長、渡辺静代様、 相模原商工会議所会頭、杉岡良樹様、相模原法人会会長、新倉豊様をはじめといたします、相模原市を牽引する経済界の皆様、姉妹 JC でもあります、韓国・釜山平ヘウンデ青年会議所会長、 イム・テヒョン君をはじめといたしますメンバーの皆様、ヒョンジェン、ワジャソコモ王、公益社団法人、日本青年会議所2021年度顧問であられました、大崎厚郎先輩をはじめといたします、日本青年会議所シニアクラブ先輩処刑士の皆様、公益社団法人、 日本青年会議所総務グループ、新 JC ビル建設準備委員会委員長、坂本昭輝君をはじめといたしますメンバーの皆様、公益社団法人、日本青年会議所関東地区、神奈川ブロック協議会副会長、中瀬義行君をはじめといたします役員の皆様、 志を同じくする神奈川県内各地青年会議所理事長をはじめといたしますメンバーの皆様そして相模,原シニア相模原青年会議所シニアクラブ会長山際加代子先輩をはじめといたします敬愛してやまない先輩処刑士の皆様本日は 大変ご対応の中、ご臨席を賜りましたことを、高い席からではございますが、会を代表し、熱く御礼を申し上げます。現在は変化の激しい社会であって、あらゆる環境が目まぐるしく変化をし、将来の予測が困難な時代となっております。 1>, 1月1日に発生いたしました能登半島地震においてお亡くなりになられた方被災をされ普段通りの生活を送ることができなくなった方がいらっしゃる中私自身青年会議所で何ができるのかを考えさせていただきましたそして導き出した答えは人と人が力を合わせ どんな困難な課題にも立ち向かう行動力が求められていると確信いたしました今こそ私たち青年経済人の力が必要ですさあ始めましょう本年度相模原青年会議所では愛着と誇りが生まれるまちづくり想像を超える未来を実現する地域活性化の 運営テーマのもと運動を推進してまいりますまずは愛着と誇りが生まれるまちづくりを実現するためにスポーツを通じて青少年育成事業を実施してまいりますスポーツは人々を生き生きと前向きな状態にしてくれる最良の手法の一つともいえスポーツを通じて得られる達成感や高揚感は勝敗という 勝敗という結果にこだわることだけではなく、人と人のつながりを深めることができます。私たちはこの子どもたちにスポーツを楽しむことや勝敗に固執することだけではなく、仲間とともに同じ目標に向かって真剣に取り組むこと取り組むことのできる環境を用意し、活力にあふれ、他者を思いやる気持ちを持ち合わせる。 子供たちを多く輩出する事業を実施し、未来の相模原の若き力を創出してまいります。次に、若者における主権者教育です。2023年4月に行われた地方統一選挙の結果において、相模原市の10代から20代の有権者の投票率は20%から 30%を推し投票に行っても社会が変わることがないとまちづくりから目を背け人事となっているケースも少なくありませんでした私たちは若者世代に対し住み暮らすまに興味関心を持ってもらいまちづくりがどのように行われているのかを知ってもらう必要があると考えております本年 相模原ジュニアハイスクール議会を実施し、町の課題や社会問題、環境問題を仲間と共に学び、導き出した答えを市政に投げかけ、自らが声を出すことによって社会を変えることができるんだという経験を経て、自分自身の自信を芽生えさせることとともに、町に対して当事者意識を持ち、地域と、 真正面から向きき合うことののできる時代のリーダーダを育成してままいります一方で市内外から多くの来場者が集まる相模原市を代表する祭り相模原市民桜祭りを皮切りに市政施行70周年を迎える相模原市を市内外に力強く発信しシビックプライドを確立することで 街全体に愛着と誇りが育まれる未来を私たちの手で作り上げてまいります次に想像を超える未来を実現し人々が笑顔にあふれ幸せな社会を実現するために私たちは共生社会と経済を融合させ地域活性化を図ってまいります 昨今、国を挙げて、ダイバーシティ・インクルージョンの条例が施行され、障害者や高齢者をはじめ、多くの社会的マイノリティの人たちに対しての雇用対策が、大企業を中心に推進されております。一方で、共生社会と口で言うのは簡単で、誰に対しても多様性が問われる中、知識や経験のない中小企業が、 D&I にに取り組むことは非常難難しく、困難を極めます。そこで私たちが主体となり産業、観光庁、学校、民間そして金融、報道との連携をより強固にしパワーパートナーとなることで性別や国籍障害などによる無意識の偏見で苦しむ人のいない社会を作り上げる起点となる一年を作り上げてまいります。 そして地域活性化を図るときには企業や団体が活力にあふれ社会から必要とされる存在になっていなくてはなりませんそれにはその他の地域では見られない差別化された経済構造を推進する必要があると考えております私たちは持続可能な社会を実現するためにシンクグローバル アクトローカルを体現する企業、団体を多く輩出する事業を実施し、住み続けられる街を実現してまいります。そして、この運動を行った先には、企業や団体が活力にあふれ、愛される存在となることで、市内で就職を希望する若者を多く輩出することができると確信しております。他方で、 公益社団法人相模原青年会議所は2025年度に創立60周年を迎えます創立以来明るい豊かな社会の実現のために日々地域に根ざした運動を展開してまいりましたその歴史があるからこそ私たちは行政や地域から厚い信頼を得て運動を展開することができております 行政をはじめ、関係団体、三助会員、そして先輩処刑士の皆様方に、日頃の感謝を伝えることとともに、60周年を迎えた際に、力強く運動が展開できるように、つながりをより強固にし、盤石な関係構築を図ることで、未来の相模原を力強く発信する起点となる1年を、私たちの手で作り上げてまいります。 また、公益社団法人相模原青年会議所は、本年度、公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会の会長職をお預かりする青年会議所となりました。神奈川ブロック協議会を全力で1年間お支えいたしますこととともに、メンバー一人一人が、 この機会をもってさらなる成長をつかむ一年になれるように私が先頭に立ちメンバー一人一人を導いてまいります結びとなりますが今までどおり生活をしていても未来は変わりません柔軟に変化をし社会から必要とされる 人材となりその力が結集し結束力を持った組織に昇華していくことが私たちの町の未来を作り上げることにつながるのです一人で描く未来では想像を超える未来は実現いたしません仲間と共に行動し共に未来を想像することで想像を超える未来が実現ま すするのです私は自分にはできないと一歩踏み出すことのできない人間でしたそんな私に対し「君ならできるよ」と期待をし背中を押し支えてくれた先輩仲間そして家族がいたから私は今この場に 立つこんな私だからこそ誰よりも人の成長を思い人の未来に期待をし人のために行動することができるリーダーになれると信じております身近な人や地域の人を幸せにするために笑顔あふれる 相模原を私たちの手で必ず実現することをここにお誓い申し上げ、私からの初心とさせていただきます。